こんばんは。こんばんは。こんばんは。はい。さあ始まりました。声優エンカウント。イエイ。生放送特番。やった。やった。番組 MC の鈴木みのりです。はい、花井美晴です。イエーイ。そして今回ゲストとしてこちらのお二人に来ていただきました。安西ゆかりさん、立花ひなさんです。はーい、皆さんこんばんは。こんな感じでしたっけ？今日すごくなんか穏やかすぎやしませんか？おかしくなってる。なんかちょっと眠い気持ちと眠い気持ちを上げるために直前までみんなで聞いてた紅のせいで、なんかどこにこの感情を持っていったらいいか分かんなくて確かに私、うん、その眠たくなる BGM がね、うん、なってた時にはそこにいなかったから紅が紅始まりだからちょっとテンション高いかもね。紅登場です。紅登場です。よろしくお願いします。はい、立花ひなです。先ほどに引き続きギャラでーす。ギャルいるんだけど。どうしたの？やばい。どうしたの？一仕事終えられるやべえやついますけど。ご褒美じゃないですか？ご褒美？さっき頑張ったご褒美でただ遊ぶだけって。あ、そういうことを聞いていたの？思ってる。思ってるだけ。思ってるだけ。はい、はい、声優エンカウントは、はい、毎月第1水曜日の夜9時からの1時間、うん、ボイスラウンジチャンネルからお送りしているガールストーク番組なのですが、はい、今回は、ゆかりちゃんと、ひな立花をゲストに迎えて様々な企画を行いながら、はい、4人の縁をさらに深めていく生放送特番をお送りいたします。はい、私は最近スイーツバイキングに行ったのですが、いいですね、そこにあったスイートポテトと柿のケーキがとっても美味しかったです。ケーキ珍しい。でそこで皆さんに質問なのですが、さつまいも、栗、かぼちゃ、柿の中で一種類だけお腹いっぱいスイーツを食べるなら何を選びますか、ということで、秋の食べ物スイーツといえばというお便りでした。でもその4つの中だったら私はフルーツが好きなので、うん、柿かき栗なんだっけ、ね、かぼちゃ、さつまいも。あ、でもゆのりんごさんは悩んじゃう。あ、悩んじゃうんだ。さつまいもかかぼちゃ。はいはいはい、お芋系か、どっちかだもんね。そう、どっちか。かぼちゃか、かぼちゃかな。かぼちゃか、かぼちゃ。さっきいただいたケーキ。そうなんです。我々、まあ、休憩時間にスイーツいただいたんですけど、みのりんごのお誕生日で。そうなんです。ありがとうございます。私がちょっと一番に選ばせてもらって、誕生日特権で、パンプキンの、なんかタルトじゃないんだけど瓶に入ったね、かわいいスイーツで、美味しかった。かぼちゃ大好き、さつまいもも、栗とか柿はあんま興味なくて、うん、そうなんだ。じゃあ喧嘩はしないね。喧嘩はしないかも。確かに、そこ2つですね。2人は何ですか？さつまいもかな。さつまいもか、この中だったら、みはる、私はね、かぼちゃかな。お、一緒や。食べたかった？一口は食べる。優しい。大丈夫、いちご食べてた。うん、そう、みはるちゃん。フルーツ美味しい、大好き。美味しい。かぼちゃもうまい。ですかね。はい。はい。ですかね。ということで、はい、ありがとうございます。ございます。ちょっとまったり気分を一旦こう、ちょっとシャキッとしようか。シャキッ。ね、ご飯食べちゃったからね。ご飯食べちゃったからね。ね、タイムだからね。はい、そろそろ最初のコーナーに行ってみましょう。最初のコーナーは、ゲームで縁を深めよう、協力エンカウント。こちらのコーナーでは、協力プレイが重要となる人気ゲームをプレイして、私たち4人の縁をさらに深めていこうというコーナーです。はい、今回取り上げるゲームはこちら、オーバークックです。おやー、みんな知ってるよ。今回遊ぶオーバークックとは、可愛らしいシェフのキャラクターを操作して、腹ペコで待っているお客様たちが機嫌を損ねてしまう前に、オーダー通りの料理を完成させていくというドタバタキッチンアクションゲームです。はい、はい、今回は MC チームとゲストチームに分かれて対決します。ということで早速遊んでいきましょう。はい、やった。よいしょ。さて、さっきみたいにならない、ならないようにしたね。下で青、これさ、投げれるのかな。これだから、
こうしてでしょ。で、焼きますから。これね。焼かないんかい。焼く。うん。ピーンとさ、食材をそっちに投げていってさ、そっちに溜めといてさ。なんで焼いてほしい。あ、切らなきゃいけないのか。はい、切りますでしょ。切りますチーズ。焼きます。チーズがない。チーズこっちにある。あ、違う。あ、肉、肉あげてる。こっちに置いとこうって話してんじゃん。最高補充してんの。肉がそっちに行かない。一生肉が落ちる。あ、間違えた。チーズバーガーできたよ。ありがとう。チーズもらう。あ、ごめん。いいよ。ありがとう。行ってください。なんか、なんか、一人で勝手に苦戦してた。ごめん。ねえ、こっちやる。ねえ、そういう問題じゃないの。もういいね。そっちはもういいの。そっちはもういらないんだって。やる、こっちでお肉焼いて一緒に。立花ひな？立花ひな？お皿置くね。はい、ありがとう。立花ひなのせいでちょっと鍋に物が。これ全部こっち。チーズはいらないのか。え、ちょっと違う。あっち敵にしようよ。ごめん。トマト。適量。あ、やばい。え、キャベツ。それキャベツ？うん、これ。あなたが。あ、じゃあ持ってきます。あなたが適量送るなんて前をするから。お皿持ってきて。邪魔かなって思ってさ。これ投げれないんだっけお皿は。お皿はね投げれない。床に置いてる。取れるんだから。ちょっと待って。お肉とバンズ。お肉とバンズ。お肉まだあるよ。お肉ある。あ、むずい。あ、それ上置いてね。で、レタス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 、危ない、怖い、ここ。それ、レタス、これ切った？それ切ってないかも。本当に縮まち人間しか無理かも。これ肉、バンズ、お肉切るね。ここに置いとくね。はい、無理。お皿がないのか。お皿がない、ごめんね。じゃチーズを。お皿欲しいな。お皿欲しい。お皿と、で、これ片付けて。わっせ。チーズと肉ね。チーズと肉。はい、チーズが。はい、チーズ、はい。はい、チーズ切るんですよ。だからこの肉一回どかして。この肉一回どかして。あ、ほんとだ。床に置く。あー、投げちゃった。ありがとう。じゃあ私このやつやるね。はい。なんかもう一個の肉とバンズだけのやつやってもろて。わかった。チーズ。あ、帰りお皿持ってきてもらえると。はい。これ入れちゃおう。私、みはるちゃんと結婚したらうまくいける気がする。ほんと？ほんと？うん。嬉しいわ。で、お肉入れるでしょ。で、バンズ。これチーズね。チーズ挟みま、あ、で、これ先かね。これやってもらって、お皿持ってきてもらって。チーズここ置いて、バンズをこっちにやって、こう切ったレタスだから。はい、これ。これもういいの？これなんか。お肉。お肉、あとお肉だけ。お肉だけ。お肉がない？お肉ないかも。チーズとレタスで、あ、レタスが足りない。じゃあ次のやつやるわ。お皿取ってきます。次の簡単なやつやって。はい、はい。バンズと、バンズと肉、あー無理かな、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 何が肉、あ、無理か、あらー、あ、でもいいよ、さっきはダンス、よかった、やったー、めっちゃ上手くなってる気がする、めっちゃ上手い、怖いな、トークテーマ、ほんとしてた。トークテーマがどんな内容なのかはまだ秘密なので、サイコロで当たるまでのお楽しみです。はい。では、みのりんごからサイコロを振っていただきます。あ、うちら振るのめっちゃ久々。そうなんだ。確かに。え、じゃあ行きます。はい。はーい。ウェイ。あ、お、6! いい目だね。6でーす。いい目だ。6は何だ？贅沢な目だね。贅沢な目。あ、なんかすごい進化してる。進化してるんですか。いつも知らない。では、6をめくっていきます。ビュ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 ン。行きたい旅行先。ほう。で、私の質問です。はい。ほうほう。へえ。ありますか。あ、どうして、なんか狙われ。私はありません。あ、そうだ、つまり話した。あ、これ言わない。私はありません。よくない流れ来た。終わり。はい。一つもない。ないんだって。行かなくていいんだって。家で、家がいい。出たくないんだって。もしさ、じゃあ家から締め出されたと考えてさ、ね、どこかに一泊しなきゃいけないってなったらどこに泊まりたい？家から一番近くのアパホテル。県外から出てくださいって。え、東京都外ってこと？うん。家、実家帰るかな。もうダメだ。そう、こういう子なの。ダメだ。あの子、そう、ああいう子なの。なんかもう、ごめんごめん。なん
ちも開けてみる、どっちも開けちゃう、どっちも開けちゃう、まだ読んだか、どっちこれ、話しさやさん、押し教えて、これ私だ、ブロン、休日の過ごし方、結構休日の過ごし方的なやつはなんかね、わかりそう、うんうん、なんだ、どっちがいいですか、うん、どっち、ど好きな方じゃ言いますか、みんなで各々好きな方、うんうんうん、なんだろうね。じゃあ、うん、休日の過ごし方で YouTube をよく見るんですけど、うんうん、推しがいて、どっちもだ。もうらしい。推し、そうですね、うんうん。江頭さんが好き。そうなんだ。YouTube 見て元気になってるって話は聞いたことある、うん、みんなもう世界の、うん、日本中の人が江頭さんを見て、うん、平和になればいいのにどういうことしてるんですか？なんか、うん、本当なんか YouTube みたいな企画もするし、うん、テレビのバラエティみたいなノリの時もあって、もともとその動画を撮ってらっしゃる方がテレビ局のディレクターさんみたいな方、うん、まあ、だった方が、うん、もう江頭さんと独立されて、うん、あ、その、まあ、何かいるけど、うん、まあ、メインはその人でやってて、うん、っていう感じで、なんかまあ、こう王道なものだと江頭さんは結構食べたことがないものが結構多いから、うん、江頭初めてのモスバーガーとか、江頭初めてのマックとか、すごいのもあって、でちゃんと正直な方だから、うん、あの好みのものは美味しいって言って、好みじゃないものはなんでこんな売ってんだとか言ったりしてて正直テレビじゃできないから、確かに、そう、そういうのも好きで、あとそうコメントにもあるんですけど、うん、マナー講師の平林先生っていう、あの女性の方、そう、一回受けてみたいの、そうで、テレビとかだと、うん、その先生も結構テレビ寄りにして、うん、鬼のマナー講師として結構きつくやるんだけど、うんうんうん、あの実はとってもお茶目で、その鬼の講師もちゃんとプロとして鬼の講師をやってるだけで、本当はすごく優しくてお茶目なお姉さん で、江頭さんとの相性がめちゃくちゃいいの。で何年も前から、うんうん、その鬼のマナー講師シリーズがあるんだけど、うんうん、最初やっぱこう何でしょう、型破りな江頭さんと、うん、マナーきっちりの先生で、うん、相性悪いみたいな感じでやってたんだけど、年、うんうん、も近いしお互い孤独だからなんかだんだんこうなんか分かり合ってって、なもう 1,2 年3年ぐらい経ってるんだけど、うん、どんどん仲良くなってくる、もう視聴者からするともうお願いだから2人結婚してって思うぐらいのもう言い方あれだけどカップリングになってるの、何ですか、食べたのダーレというゲームですね、はい、ダイスを2個振ってこれですね、はい、デメと同じ色の舌であろう、はい、パグを押すとペロッと舌が出てきます。出てくるので正解なら個人ボードに置いていきます、こうやって、うん、で2個とも舌の色を当てれば連続手番で、もう1回ダイスを振って、パグを押すことができます。はい、で、はい、はい、では一番最初って一番損じゃない？うん、まあ、確かに神経衰弱はそうだね。勝ったけど、ね、勝ったけど、じゃあ緑とオレンジ、はい、はい、赤、赤、うんうん、オレンジ、当たり、やった、当たりです、強めの、はい、いけます、うんうん、はい、あ、やばいやばいやばい、1個赤で、もう1個黄色、黄色、黄色、もう忘れた、さっきの。これ、おーすごい、おーこれ、おーすごい、やったー、これもう1回触れるんじゃない、もう1回触れるとかいう制度、え、これさ、3回あれしたら終わっちゃうってこと、うん、ゲームが運がすごい良かったの、ね、黄色とピンク、そんな都合良くないから大丈夫、青、青、うん、見えてる見えてる見えてる、オレンジするじゃん、はい、オレンジ、そんなそんな、はい、じゃあ、はい、振りますね、うん、もう忘れた、もう忘れたね、もう忘れちゃった、ピンクピンク、ピンピン、赤、赤、緑、緑、はい、ひなちゃんすごいね、たまたまだね、すごい、赤ピンク、ピンク、やばい、これ人のやつ覚えてない、覚えてない、私、あ、確かに奪えるんだえ忘れてた、赤、赤、赤だ、ピンク、ピンク、ピンクって誰か出た、どっか出た、いなかったっけ、あれ、あれ、誰かってマジで覚えてない、うん、マジで覚えてないあれ、ひなはピンクピンク、あれ、え、
ピンクピンク？私か。ピンクピンクあんたじゃん。ピンクピンク私か。あ、今赤これ押したよね。うん。うん。これは取れるもんね。取れる。取れるね。ちょっと忘れちゃうから、ね。取っとこ、取っとこ。取っとこか。取っとこ。え、ピンク？ハム太郎。え？緑。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 黄色とオレンジ。いるんじゃない誰か。私自分のやつマジで覚えてない。私も。よいしょ。はい、はい、こちらのコーナーは、ゲストさんにとって今後新しく縁をつなげていきたい人やお仕事、物事などさまざまな未来の縁にまつわるお話を聞いていこうというコーナーです。はい、勝負の神様とのご縁。ほうほうほう。なんだなんだ。なんか、ここぞという時の、決め手だったりとか、あとなんかこうなんだろうな、勝ち負けじゃないけど、こう自分に勝てるみたいな気持ちを持っておくと、胃腸が痛くならなくて済むのかなって。痛くなってるんだ。そう、痛くなって、胃腸がもともと弱いんですけど、なんかさらにそれをちょっと顕著に感じる1年だったので。あ、そう。あ、ここにこれが健康の神様とも書こうかな、読んだぐらいなんですけど、なんか勝負の神様は全てをこもらしするのかなって思うと、勝負運というか、をアップさせて自分の、体調も整えていこうという、はい、なるほどね、感じです。どうやってアップするの？もう頑張るしかないね。頑張るしかない。結局頑張るしかない。結局ね、結局ね。私の紹介するこれからエンカウントはこちらです。もうさ、5分前までずっと悩んでて何書くか、吹き替え。でもなんか中学生をやりたくて、なんかアニメの中学生って難しくないですか？なんかその抽象的なのかな、年齢がはっきりしてない。思ったより作品によってはロリに寄っちゃう、寄っちゃったり、中学生なのに大人びてるなみたいな感じだったりするけど、この等身大の10代前半の子を演じるのがすごい好きで、なんかそれをガイがやった時に初めてこう楽しいって思ったから、それをもうちょっとちゃんとメインでやってみたいなって思いました。なるほどね。アニメにはないなんか表現とか、その子供らしさの出し方がアニメと全然違うから、それをもっとこう突き詰めてやってみたいなって思いました。最近見て良かったものとかありますか？とか、逆に今まで見た中でこれパッとタイトル出てくるなみたいな。私はこの間直近で極悪、はいはいはい、極悪女王。あー、プロレスの。あ、そうそう、あれか、話題になってるやつ。ダンプ松本さんの半生を描いた作品なんだけど、それがすごい泣いた。でもドラマ映画、ネットフリックスでやってるやつなんだけど、そうそう、なんかね、ダンプ松本さんってすっごい悪役だったから、なんか全国民の悪って言われてて、なんかすごい称賛されたことがないみたいな、なんかその試合に出れば必ず帰れとか、なんか良くない言葉で罵倒されちゃって、なんか悪役をずっと演じてきて、今もなんかずっとダンプ松本さんっていらっしゃるけど、そのダンプ松本さんっていうそのヒールっていうものの存在をその日本に定着させた人だなって私は思ってて、なんかその人もなんかちっちゃい時はなんかこんな夢があってとか、家庭環境がこうでとか、そういうのがね全部描かれてて、すごく面白かった。私も見た人の話を聞いて、ゆりやんさんが演じられてて、なんかゆりやんさんってこう結構柔らかい優しいイメージがあるけど、そのヒールを演じる前というか、元々の性格はゆりやんさんに近いからキャスティングされたみたいな話を聞いて、だからなんか単純になんかそこに至るまでの話が気になるって面白い。なんでプロレス目指したのかとか、ゴーリキョウヤメさんで、あ、そう、ライオネスアスカさん、そういうことか、そこの映像を見て、あの二人かと思って、そう、倉重そう見てて、
かそのお二方のなんか再現率もすごい評価されてるのだけネットで見て、だから気になってたから見てみよう。うん、のりちゃんは何かある？ちょっと今更すぎるんですけど、イケ見したのが最近はブラッシュアップライフを見て、ドラマで、バカリズムさんが、あの脚本書いてる、で本人も出てらっしゃるんですけど、安藤サクラさんだったかな、ですよね、だったかな、わかる人いるかな、だったかな、が出てらしてて、で、まあ、人生をやり直す、何回も何回もっていうお話で、なんかバカリズムさんらしいこうなんかギャグ要素もありつつ、なんかそれだけじゃないシリアス展開もあったりとかして、そう、それがねすごい好きで、でも放送、私はあのネットフリックスかなんかで一気に見たんだけど、放送当時は結構話題になってて、そう、何回もこうやり直すから、なんかこうループものはあるあるだけど、なんかこう憶測、なんかみんな盛り上がったりとかしてて、そう、好きですね。お芝居がなんかこう魅力的な役者さんが揃ってらっしゃるから、そう、それも好きだったな。ちょっと気になる、見てみようかな。ぜひぜひ。あの子役の子がめちゃくちゃあのなんていうの、あのブラックジャックでピノコちゃんとかやってる、あの有名な子なんだけど、すんごい上手で、あの一回やり直した段階で幼稚園とかに戻ってるから、大人の感覚もあって、そっか、そのやり直してる記憶もあるから、そうなんだ。それで前の人生をより良くするためにブラッシュアップライフって言ってあのやり直してるから、はいはいはい、その前回はこうだったから今回はこうしようみたいな感じなの。すごいね、それ特を積もうみたいな感じで、だから幼稚園の先保育園の先生が、あの別のお友達のお父さんと不倫しそうになってて、それをあのちっちゃい状態で昔の記憶を頼りにあの止めようとしたりとかしてて、だから子役の方の表情がもうまんまその30代40代の表情してて、すごい、すごい、この込み込みで選ばれたんだろうし、ブラッシュアップライフね、バカリズムさんで検索すれば絶対、